that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion, loving this devotion. どうも、こうすけです。今日はですね、ビアゲンビレッジにベスさんのですね、イマーゴキャンピングトレーラーが、来てくれているんですけれども、担当者の山本さんでございます。はい、山本です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんとですね、雑誌でゴーアウトっていうアウトドア雑誌があるんですけども、僕がもう本当に愛読してるの雑誌の取材をですね、旅する勝又家として受けさせていただいて、なおかつそれがいつもそのゴーアウトにベスさんの特集があるんですけれども、そこに僕が載せていただくということで、登場していただくことになりました。めちゃくちゃ嬉しいんですけど皆さんということで、これからですね、イマーゴを外装から内装ね、すべて見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。旅する勝又家ということで、山本さん、まず外装からね、見ていきたいんですけれども、はい、まあ、僕まず気になったのがこのシャーシのいかつさ。はいはい、そうですね。これアメリカンのシャーシを使ってるんですか。はい、そうですね。いろんなものの、まあ、ハイブリッドハイブリッドになってるですけれども、ちょっと細かく聞いていきたいなと思うんですが、はい、まず前の方からいいですかね。はい、でいろいろハイブリッドになっているっていうのが、なんか僕ここにね、全部集約されているのかなっていうふうに思うんですけれども、はいはい、まずここのヒッチだけ見るとアメリカンなんですよ。はい、そうですね、はい、そうですよね。はい、でピンを見ると13ピンなんですよ。じゃあヨーロピアンですよね。はい、でここもヨーロピアン寄りですよね。アメリカンだと今電動でこう動くようなやつになっています。でサイドブレーキもついてる。はい、でこれサイドブレーキはだいたいヨーロピアンについてることが多いんですよね。でここがこれサブバッテリーかなと思ったら、これ何ですか。これはブレーキのコントローラー。ブレーキのコントローラーということで、電子ブレーキなのでここはアメリカンなんですよね。これ日本のビルダーさんが作られているんですか。そうですね、あの協力していただいているそのシャーシの会社さんがこういうのを作られているということで、ちょっと雄大君すみません、見てください、この角パイプっていうんですか、すごいことになってますよ。そうですね、コンテナなんかも運べる、まあ、スペックのシャーシを使っているということでございます。はい、ちなみにこれ幅はいくつで取ってるんですか。2500です。2500、それはあれですね、トレーラーの幅ですよね。はい、そうです。で上は、上がここは2000です。あ、2000で下の幅が2500、はい、で縦は、縦が3メーターちょっとかな。3メーターちょっと、はい、だからすごいね、小さめなんですけれども、重さがなんと 2.2トンサイズ的にはね、どちらかというと750キロ以下ぐらいのキャンピングトレーラーのサイズ感になるんですけれども、ただね、これね、今回僕ね、いろいろお話聞いてたんですけどもね、あの普通のキャンピングトレーラーとね、比べちゃいけないということがポイントなのかなと思います。はい、そうですね、どちらかというとね、定置トレーラーとして考えた方がいいのかなっていうところがありまして、はい、どちらかというとなんか移動販売だったりとか。そうですね、キッチンカーのような使い方とか、あとは、まあ、庭先に置いて、小屋みたいなしてお使いいただいたりとか。はい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 。でこれね、すごいびっくりしたのが、トランスフォーメーションができるっていう機能がついてまして、実はですね、これですよね、山本さん。はい、そうですね。ここにどうやって外すんでしたっけ、これは。はい、四隅に、はい、あそこですね。はい、こういった接続の部分がついていて、まあ、これをカシャンと。今外れてた状態。これ今外れてた状態。これがオフ。オフ。でこれが接続。接続。はい、中の金が回ってる。はいはいはい。でロックをかけると。はい、それが4点ついてる。4点ついてる。はい。それだけなんですけど、それだけでまあきしみもないと。なんかすごいですよね。だからここの機構はね。そうです。ここは本当にコンテナの接続の仕方。あと一緒なんですね。同じ。それを併用して作ってる。はい、そうです。でここにフォークリフトの入れる、はい、爪を入れるところがあって、外して。で庭先に置いたりとか、こともできるで、ね、うん、ある程度定置したいようなところのキッチンカーのブースがあるんだったら、そこに置けて、はい、上を外せる。だからそうするとすごくあれですね、グラグラはしづらくなる。そうです、非常にそこは頑丈だと思います。っていうところを考えると、これ普通に使ってるとアウトリガーついてないですよね。はい、ついてないです。足がついてなくて、はい、前がごめんなさい、また戻っちゃうんですけど、あそこにね、ボールじゃなくてもう完全に固定型みたいな。揺れはどうですか。あんまり揺れないですか。
少し揺れるので少し揺れる、はい、なのであのリジットって言って、まあ、いわゆる固定固定する、はい、はい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 、こういうところにかまして、はい、こういうところにこうかまして固定することができる、はいはいはい、ということでございます。とんでもないシャーシですよこれで 2.2 トンだからこのサイズで二軸です、はい、でこの1個お兄ちゃんタイプがあるんですよね。そうですね、イマーゴなんでしたっけ、X イマーゴ X っていう、はい、それがもうちょっとそうです1メーターぐらい長くなるんですか。そうですね、はい、そうすると重さどんぐらいになるんでしたっけ。 3.3 トンです、1メーターで。でその分だからこの材木ですよね、はい、にがっつりいってるよってことですよね。お金もそう、はい、そうですし、もうここを見ていただくと、木を組んでるのが分かると思うんですけども、分かります、はい、だから本当のログハウスを組んじゃってる、まあ、材料と作り方をしてるので非常に贅沢な、贅沢ですよね、はい、これ実際ベッサンで使われてる材木を使って そのまんま使って、でも本当お家の材料でっていう、はい、そうです、あのお家という、お家はさらにもっと太いです、ね、あ太いですね、はい、ある程度じゃ軽量化した小屋用のやつを材を使ってます、使っていると、はい、これ塗装もされてるんですか。そうなんです、あのクリアの塗装をして、でも結構木目も出て、はい、もうあの木目をできるだけ見せるように、かっこいい、自然な風合いが出るように塗装をしています。1年に1回ぐらいやっぱり塗らないといけないですから。そうですね、そうですよね、はい、そんな感じでございます。じゃあこっち後ろの方回ってきて、ちょっとね今日風が強くてね、この後音声乱れるかもしれないですけど、そしたらアフレコでいきます。で後ろがこんな感じです。スペアタイヤもついてて、はい、これは8ナンバーとかではないっていうこと、1です、ね、あ、はい、そういうことですね。外した後に車検を取るっていうスタイルになってるんで、キャンピングカー登録ではないっていうことですね、はい、であと上がねこんな感じで、屋根が、はい、これがテント生地なんですね。テント生地で作られてる、うん、テント生地で作られてるんで、まあ、張り替えが楽だったりとか、はい、塗装しなくてよかったりとか、うん、中も非常に明るくなりました。あ、で絶対そうですね、はい、透過性が、透過性っていうんですかね、そうです、光が透過するので、はい、そういうことですよね、はい、まあ、ちょっと中にいてね、何も電気ついてないんだけど、はい、ものすごく明るいんで、それもちょっと内装で見てみましょう。こういうところもでもウッディな感じでやってるんですね。そうですね、はい、でこれね、何がやっぱり木でやってるといいかってね、いろんなねこう接続物、前の、室外機だったりとかっていうアングルとかをねバンバン打ち込める、気にせず。そうですね、やっぱりそういうなんか DIY 特化した感じで使っていただくっていうのが一番理想的ですよね。はい、まさにユーザーの方が自分で例えばサーフボードラックをつけてみたり、はい、中ですとベッド作ったり棚作ったりっていうのを自由にできるっていうのは非常に、はい、そうですよね、はい、ポイントですね。気兼ねなく打てますもんね、こうすると、はい、でこちらは、ね、大きい窓がついております。でこれ外装から見ると中はもうほとんどガスもないし、電気も電気はあるけど水道はないよっていう、はい、水道もつけようと思えばどっかにつけられるような DIY もできるんでしょうね。あのベッド下とか、はい、ベッドとか作ったらベッド下とか、はい、例えばタンクで給水したりとか、はい、そういうのが一番簡単かなと思いますけども。そうですよね、はい、はい、という感じで次はですね内装の方に行きたいと思うんですけど、外装で何かありますか、ここを見といてほしいみたいなポイント。いや今大丈夫です別にやる気ないわけじゃないですか。やる気ないわけじゃないの、すごい丁寧に紹介してくれたので。あ、今いいか、はい、そうか、あとあれですね、これがあの外部給電。そうです、ね、上と下にくずついていて、どうなってるんですか。これもうその外してみるとコンセントの、あ、じゃあメス押す、メス押す、こっちにメス入れてまた押す、こっちに入れるっていう。これ125ボルトって書いてありますけど、はい、普通の100ボルトのやつ大丈夫です。あ、大丈夫なんですね。で、なんで上と下から取れるんですか。上がエアコン用です。あ、じゃあ2発ついてるってことなんですね。そういうこと、こっちはで、こっちは中の、はい、そういうことっていうこと、3000ワットは使えるってことですね。なのかなっていうことですね、はい、単独でこっちはエアコンで流せて、はい、こっちは中の電気で使えるってことですもんね。そうです、逆にここだけ繋いだとしてもこっちは回らないってことですよ、ね、回らない。エアコンは上で回して、はい、エアコンだけ系統別で取れることになっていると、はい、いうことでございます。こういうのもね、あんまりキャンピングトレーラーでは見ない感じですからね。そうですね、新しいですね、日本人が作られたキャンピングトレーラー、しかもなおかつ全国のトップレベルのハウスメーカーさん、レッスさん、素晴らしいでございます。行ってみましょう中。旅する勝間岳、はい、それでは中の方にね行きたいと思います、はい、いいですかお先に。どうぞ。すいません失礼します。このね、なんかホームページで見るとこのはしごもあるし、なんかこうすごい大きいウッドデッキみたいな、はい、
それも、はい、あのやってくださいという感じですよね。はい、オプションでついてますので。オプションでついてるんですね、はい、だからここの前を広いウッドデッキにしたりすることもできるわけです、ね、それもオプションでやってるんですか。はい、それは大体おいくらぐらいですか。組み合わせ式で1台が大体7、7、8万ぐらい。あ、そんな安いんですね。で、それをいくつかこう組み合わせて。あ、そういうことか。1個がっていうことですね。1畳ぐらい。ないですけど。いや、安売りをねしようっていうわけじゃないですからね、まず。でもそれがあったらね、僕ね、はい、これ思ったんですけど、これであの例えばオフ会だったりとか、まあ、ゴーアウトさんのゴーアウトキャンプに行ったりとかして、ここをね、うちで作るクラフトビールのタップルームみたいな感じにして、ここでね、タップつけて、ここにカウンターがあってみたいな。いいですね。ね、いいですね。で、ゴーアウトさんのクラフトビールうちで作れるんで、ベスさんのもあのオリジナルビールを作れるんで、それでね、三つどもえコラボみたいなのをぜひあのベスさん、ゴーアウトさん、よろしくお願いいたします。すいません。でね、内装なんですけれども、まあ本当にウッドですよね。本当ログハウスの、ね、まさにログハウスの中にいるような感じですね、はい、これはね、普通のキャンピングトレーラーの感覚とは全然違う。多分ね、でもね、すごくワクワクします。ありがとうございます。下もこうだって靴で入ってきちゃってもいいんですよっていう感じだし、結構下もなんかそんな揺れるって言ったけど、そこまで揺れ感じないです。もっと普通のキャンピングトレーラー揺れます。やっぱりこのフレームの太さとか、ね、二軸だったりとかっていうのが起因してるのかなっていう感じですよね。で、こういうところに全部こうやってバンバンつけれちゃう。こういうのところにも釘もバシバシ打てる。こうやって自分たちでなんか勝手にというかね、自分の思い通りに DIY をして空間を作ることができるっていうのが、これめちゃくちゃいい、まあ、男の遊びですよね。はい、だからやっぱりあのベスログハウスの会社なんですけど、はい、そこのなんだ魅力、ログハウスの魅力、うん、DIY ができたり、はい、今あれですけど、あのちょっと風が強いのであれですけど、はい、木の香りもすごくうん、確かにでも若干しますよ、はい、うん、だからなんかあの居心地っていうのは、はい、多分本当におっしゃった通り普通のキャンピングカーとは違いますね。ワクワク感がね、ものすごいあるなっていう、本当に。で、上はこれ鉄でやったんですね。そうです、フレームが鉄で。フレーム鉄で、はい、で、確かにすごい透過性があるから、中がめちゃくちゃ明るいです。そうですね、うん、で多分めちゃくちゃ今今日は暑いですけど、はい、そこまで暑いって感じないですね。感じないですね。で、ログハウスはとっても断熱性が高いので、まあ、そうなんですね。木の壁、こんだけ厚い木材だと、うん、かなり断熱してくれるんですよね。断熱さえいらずっていうことですね、はい、すごい。ただちょっと重いよっていうね。重いよっていうことですね。で、この枠とかも最初からこういう感じで作ってるんですか。そうです。あ、そう、これもだからやっちゃってくれる感ありますよね。そうですね、もうこれこの状態で納車しますので。ちょっと見てください。普通のね、日本の、まあ、日本のメーカーなんですけど、日本のね、あれだったらこういうところになんかこう ダボでしたっけ。ダボ打って、その上にまたもう隠すとか、はい、もうそうじゃねえと、もう皆さんで作ってくださいっていう、そういうのがね、伝わってくるんじゃないかな。新品の状態が100点なんじゃなくて、うん、自分でどん最初は60点とか80点かもしれないけど、どんどん自分で100点とか120点に上げていけるという、いい言葉っすね、はい、山本さんが作ったっすか今。あるやつ。あるやつなんですよ、今、ね、今出てきた。そういえばそうだなと思って。でも本当にそういうことですね。60点からスタートして、で100点120点そういうことです、ね、もしくはもう200点自分でやっちゃえるよっていうなんですね、木なので、うん、汚れたりとか水がついたりするんですけど、うん、それがまたどんどん味になっていくので、だからこうマーケットの層としてはある程度限られてるというか、絞られた人ですよね。本当に DIY が好き で、はい、そうです、っていうことになりますよね。もう最初から完璧を日本人ってある程度求めちゃうじゃないですか、はい、けどそうですね、こういう方向けではないってことですよね。おっしゃるとおりです。あ、すごくわかりました。だってこういうところとかもだってホームセンターで売ってきてる 2x6 ですよね、これね。そうですね、 2x6 のやつまんますもんね。なんかそれが逆にかっこいいよね。かっこいいですもんね。いや、僕はすごい共感できます。自分で DIY もすごい好きなんで、そういう方は本当におすすめですね。おすすめでございますね。今内装がね、こうやって今イメージ的にはこの、はい、なんていうんですか、フライフィッシングをやるおじさんの遊び小屋みたいな感じのテイストで、ここでフライ作ったりね、こういうところに飾ったり、ウェーダーとか飾ったりみたいな感じで、こういう風なモデルハウスに
なっております、はい、自分の好きな釣りのポイントに行って釣りをするわけですけど、多分こういうタイミングとかっていうのは、はい、なかなかキャンプしながらだとしづらいんですよ。そうですね、確かに。で1週間とか2週間とか自分の好きなポイントのそばにこれ止めといて、でも基本あんまり動かすものじゃないんですけど、はい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 、その間はめちゃくちゃリラックスして過ごすっていうような過ごし方がやっぱおすすめです。そうですよね。でどちらかというと外とのなんか境がないキャンピングカーじゃないですか、はいはい、なんでもっと外に出て焚き火したりだったりとか、ね、っていう感じの匂いのするキャンピングトレーラーで、はい、ございます。でエアコンもね、そういえばついてますので、これでかいですよね。これもオプションでつけることあ、これもオプションですね、はいはい、オプションでいくらぐらいなんですか。わかりません。まあ、ホームページ見ていただければいいかなということでございます。じゃあ一回外でね、はい、まとめさせていただいてお値段とか聞けたらいいかなと思います。よろしくお願いします。旅する勝又家。はい、ということでね、今見ていただいたんですけど、結構ゴーアウトさんにね可愛くやっていただいて、ね、はい、またこれいつ販売されるかとかっていうのは、ゴーアウトさんの雑誌の販売っていうのは分かんないですよね。あ、ゴーアウトの雑誌の販売は、7月の末、7月の末に出ますので、旅する勝又家も出ますので、ぜひね皆さん買っていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、あの今後イーテル、イーテル、はい、イーテルってどういう意味なんですか。ラテン語で旅っていう意味で、いいですね、あえてラテン語をチョイス。分かりづらいんだけど、実はそういうメッセージが込めやすいという。やっぱりちょっとあのストーリーをそういうことです、感じてほしいなと思って、はい、で、イーテルさんなんですけど、これ今お聞きしたら屋根がね、ホロ板とホロ、はい、ホロ型っていうんですか、ホロ屋根とホロ屋根と木屋根、はい、木屋根が2つあるらしくて、はい、お値段をそれぞれ、はい、木屋根の方で382万円、はい、で、ホロ屋根の方で、410万円。ちょっと一回見ましょうか。456万円、456万円、間違えた、ごめんなさい、386万円と456万円、税込みでございます、はい、だから結構あのお値段的にはね、そのだいぶそのいいぞという感じはあるんですけれども、だからこれは最初言ったんですけど、キャンピングトレーラーと思わないでくださいというところは、そういうところで全く異次元、別次元の遊びをするっていうところだじゃないのかなっていう。そうですね、多分キャンピングトレーラーより、はい、あの使い道の幅が逆に今度広いと思う。逆にそういうことですね。そうですね、庭に置いて、うん、あのずっと小屋としてお使いになるとか、はいはいはい、あとはあのそうですね、キャンピング実際にしてもいいですし、うん、そうですね、あと例えばお友達、うん、ショップとか、はい、ポップアップのなんか飲食店のやつ、うん、確かに貸してっていうのが、はい、そうですね、レンタルもできるかもしれない。だから使い方が本当に無限に広がっていくので、広がってますね。ただ僕一番思ったのが、何がこれすごいって、やっぱり丈夫で頑固、そうです、何やっても壊れなさそうっていうところが、そうです、やっぱりめちゃくちゃ魅力の一つだし、やっぱりこの外見ですよね、こんなのないじゃないですか。ないですね、ないですよね、っていうところがめちゃくちゃ武骨だし、なんか男だし、男っていうのを感じるなということでございます。はい、とんでもないです、はい、あとお兄ちゃんの方もあるんですよね、 X、 はい、 X、 X はなんで X になったんですか。それは本当にですね、あの住所不定の自由とか言ってるんですけど、あ、はい、あのもう本当にさらに、うん、家でもないし小屋でもないし、うん、ショップでも何でも、逆に何でも何でもなっちゃうっていう、はい、そういう X っていうのを何でも変えられるみたいな、はい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 、込めて X。そうですね、ちょっと説明が最後に分かりづらいけど、まあ、いろいろホームページ見ていただければね、はい、もう世界観とか多分きっと分かると思いますので、ぜひあのベスさんの、今後のホームページも概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいかなと思います、はい、あとなんか YouTube チャンネルとかもベスさんあったりします。ありますが、はい、ありますありますなのでなあのこれからね、たくさん動画上げていくので、うん、はい、わかりました、はい、じゃあ、あのぜひご期待いただき、はい、はい、そちらのベスさんの、YouTube チャンネルも概要欄につけておきます。あと、はい、ゴーアウトさんもやってますよね、 YouTube チャンネル。そうですね、やってますね。ゴーアウトさんのも一緒にね、載せておきますので、気になる方はぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、はい、よろしいでしょうか、いろいろ、いや、こちらこそもう本当に貴重な体験をさせていただきまして、良かったです。モデルみたいになってね、
コウスケさんもっとこっち向いてください、あっち向いてくださいなんつって楽しい時間をね経験させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや楽しかった。なんかグダグダになっちゃった。いやいやそんなことないです。めちゃくちゃ楽しかったです。よかったです。